んにちは、ハードロックハウスのゆうです。8月から有料の方のライブ配信のプラットフォームがツイキャスに変更になるということで、またそちらの購入の流れとかをねご説明していこうと思います。で、購入方法はもちろんなんですけど、また再生ページとかのね進み方とかも変わってくるんで、まあそれも合わせてご説明していこうと思います。じゃあ早速見てみましょう。はい、懐かしいですね。またここからスタートですよ。前に YouTube の動画の説明した時と一緒なんですけど、まずバナーのですね買いたいところをクリックします。そうすると商品ページに飛びます。はい、じゃあもう一個の進み方はスケジュールからここの画像をクリックするか、こっちのバイチケットの画像をクリックするか、どちらかで進めます。スマホの場合も一緒です。ここの上のバナーをタップしてもらうか、こうスケジュールに飛んでこの画像と、あとちょっとちっちゃいんですけど、ここのバイチケットの部分の画像どちらかをタップしてもらえれば商品ページへ飛ぶことができます。あとは SNS で告知されているところに記載された URL をタップしてもらえれば商品ページに飛ぶことができます。選択して購入するわけなんですが、ちょっと気をつけてほしいのが、この公式ストアの何だっけかな、キャスマーケットっていうストアの使用上、一回購入したら削除できないっていうか、よくあるじゃないですか、あのカートに入れたら、あ、やっぱやめたって言ってカートから削除するっていうことができないんですね。なので本当に押し間違いだけは気をつけてください。チケットの種類が2種類あるんですよ。まずこの上の視聴限定チケットっていう、これが、ライブ配信がオンラインで見れるチケットですね。その他に下に行くと、ここにちょっとサムネちっちゃいんですけど、入場希望&視聴チケットっていうチケットがあるんですね。で、このチケットは当日会場で見るためのチケットとなりますので、会場でご覧になりたい方はこちらの入場希望&視聴チケットというのをご購入ください。で、当日会場で見るわけなんですが、アーカイブの映像も2週間残りますので、どちらもお楽しみいただけます。ただこちらのチケットは入場希望チケットっていう、ちょっと聞き慣れない名前のチケットかと思うんですけど、当日ライブ会場に入れる人数を最大24名に制限してますので、このチケットを購入された方の中でさらに抽選とかを行って、また後日当店の方からご連絡を差し上げます。気をつけてほしいのが何点かあって、このキャスマーケットのシステム上、この2種類のチケットのどちらかしか購入できないようになっているので、視聴チケットを買ったけどやっぱり当日会場で見たいとか、そういったケースは受け付けられないのでご了承ください。あくまでも入場希望チケットをご購入いただいた方のみ抽選を行いますので、買い間違いとかのないようにお気をつけください。はい、では実際にこのチケットを買って再生ページに進むまでをご紹介していこうと思います。で、今回買うのはこちらの視聴チケットの方です。で、下の方に進んでいくと、まあ、これテストというかこの動画のために作ったんで日にちは気にしないでください。で、ここに日付と時間が書いてあります。その日出演するアーティストの名前間違いないか確認してください。もし間違って購入してもキャンセルできないのでお気をつけください。で、下の方に行くといろいろ注意事項書いてありますので、こちらを目を通してください。はい、ではこのストリームライブチケット購入していこうと思います。はい、じゃあすでにもうログインしてたので、もうすんなり購入画面に来てしまったんですが、購入手続きをするには Twitter か Facebook の SNS アカウントのいずれかでログインするか、ツイキャスアカウントを新たに作るか、この3つのどれかでログインする必要があるので、このログインした上でご購入手続きをしてください。で、購入アカウントに間違いがないか確認してもらって、メールアドレスを入力します。で、ここに入力したメールアドレスには再生ページへ飛ぶための URL リンクが送られてきますので、必ずお間違いないように入力してください。で、気をつけてほしいのがキャリアメールなんですが、この@
ツイキャスティング.tv っていうドメインからメールが送信されるので、このメール受信の許可をしていないとメールアドレスが合ってたとしてもメールが届かないっていう可能性も出てきますので、キャリアメールを使用する際は気をつけてください。はい、ではここにメールアドレスを打ち込んでいきます。でメールアドレス2箇所入力する場所があるので、どちらも間違いないか確認してください。でメッセージのところにワンマンの公演だったらいいんですけど、3バンドとか出る可能性あるので、なんかお目当ての方いらっしゃったらここに入力してください。はい、で購入内容ですね、商品名間違いないか確認してください。あと日付も間違いないか確認してください。アーティストの名前もですね。で支払い金額確認してもらったら、プライバシーポリシー、まあ、目を通していただいて同意するにチェックをして、購入を確定してお支払いへに進みます。もうこれをしたらキャンセルが効かないので、本当ここまでの入力は本当気をつけてください。はい、で進んだら、お支払いの方法について設定していきます。で45分以内に購入しないと自動的にキャンセルにはなるんですが、今後購入できない可能性もありますっていう記述があるので、ここも気をつけてください。で支払い方法はクレジットカード、Amazon Pay、あとネット銀行、ジャパンネット銀行と楽天銀行ですね。あとはペイジ、あとはコンビニ払いがご利用いただけますが、このペイジとコンビニ払いは放送日当日のご購入はできないので、必ず放送日前日23時までにご購入手続きをしてください。今回はクレジットカードでお支払いというところで進んでいきます。はい、ではクレジットカードの番号を入力していこうと思います。入力ができたら送信ボタンを押します。これで購入手続きが完了しました。でここからどうやって配信ページに行くかっていうと、ここにある内容を確認するっていうボタンをクリックすると、もう再生ページに行くことができます。はい、でこのページのこのライブ視聴のところのボタンをクリックすると再生ページへ進むことができます。この公開中の録画というところにはアーカイブが残るので、おそらく放送が終わった段階でここに表示されるかと思います。ではこのライブ視聴をクリックしていこうと思います。はい、今はオフラインですが、放送時刻になったらこの画面で見ることができます。はい、では続いてはこのスマートフォンで見る方法をご紹介していきます。いや、この流れ前回と完全に一緒ですね。じゃあさっき購入したものがもうすでにメールで届いてるはずなので、メールから進んでいきましょう。はい、もうすでに購入が完了しましたっていうメールが来てますね。でご購入の詳細は下記リンクからご確認いただけますってあるので、ここをタップしていくともう詳細画面に飛ぶことができますね。でここにある、ライブ視聴のボタンを押せば視聴画面に飛びますね。はい、では次はツイキャスアプリから見る方法をご紹介していきます。でこのツイキャスアプリって視聴用と配信用の2種類、いや3種類あったかな、3種類あるんですけど、この視聴用のアプリをダウンロードしてみてください。ダウンロードの URL は概要欄に貼っておきます。でツイキャスのアプリを開いたら、どこから進んでいいかまず迷う人がほとんどだと思うんですよ。でどこから進むかっていうと、この右上のベルマークのところをタップするとお知らせが届いてるんですね。このところに購入が完了しましたっていうお知らせがあるので、これをタップすると購入の詳細の画面に飛んで、ライブ視聴をタップすると視聴画面に飛ぶことができます。でツイキャスもチャット機能があって、チャット機能をご利用できるんですけど、
まあ、これもログインをしないとご利用できないっていう仕様になってるんで、まあ、購入した時にもログインしてると思うんですが、まあ、ログインした上でチャット機能も利用してください。はい、今回は購入してから視聴ページに行くまでをご紹介しましたが、さっき説明した入場希望チケットを購入された場合、もし当選されるとこんな風なメッセージが届きますので、このメッセージを受け取った方は当日会場までお越しください。じゃあ入場する際の注意事項も商品詳細のところに詳しく書いてありますので、そちらをよく読んでからご来場ください。はい、ライブ配信見る方法を、まあ、大体説明できたとは思うんですけど、もしこの動画を見てもわからないっていう方がいたら、まあ、直接ご連絡もらっても大丈夫です。まあ、この YouTube のコメント欄とか、あと Twitter の DM と、まあ、メールでも電話でも何でも受け付けます。わからないって方がいたらご連絡ください。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ライブ配信もよろしくお願いします。